でだ。おめえら査定の結果は、そんな、まあ船の寿命だ。いい機会じゃねえか。諦めて新しい船を買って、いや乗り換える気はねえ。俺たちの船はゴーイングメリー号だ。今日だって快適に走ってたんだ。なのに急に後悔できねえなんて信じられるか。沈むまで乗れば満足か。飽きっぱなしは一旦終わりだな。船を買う気になったらまた来い。せっかく空島の黄金を売って修理代も手に入れたのに。感じ、おい、ナミ、大変だ。金の入ってるケースが、冗談やめてよ。あのお金がなくなったら、うわぁ。そういやウソップもいねえぞ。どこ行ったんだ。一方、その頃、水が澄んでて街並みも綺麗ね。歩ける場所もあるんだな。近くの島では今仮想カーニバルをやっているらしいわ。この街の人たちもさ、え、なんでそ、そんな話し声が聞こえたから。くそー、すげえなロビンは。もちろん入りましょう。CP9 です。CP9、 あれロビン、こりゃすげえ。見たこともねえほどの大金じゃねえか。待て泥棒、金返せ。2億ベリー兄貴に届けるぞ。それ逃げろ。くそ、逃げられた。絶対に取り返さねえと。みんなに合わせる顔がねえ。